脅しってのはそれだけか。おめえ、てめえ話にならねえよ。おめえもこの女と同じになるぜ。この店の前には100人はくだらねえで堂島組のもんが銃持って待ち構えてる。これでも俺は仕事に抜かりねえんだな。さあどうする、キリュウ。表に出て蜂の巣になるか、それとも俺と楽しい夢一緒に追いかけるか。答えはおめえに決めさせてやる。ああどうする。決まってんだろ、俺は行く。何、あんたは揺さぶりをかけたつもりかもしれねえが、死ぬか生きるかは大した問題じゃねえ。何言ってんだてめえ。あんたが楽しいかどうかで物事を決めるのと同じ、俺は好きか嫌いかで決めるだけだ。俺が行く理由はただ一つ、あんたと組むのが死ぬほど嫌だってことだ。キリュウってね。なら撃たれる方がまだマシだ。通用しねえってことかい。キリュウ、錦、早く乗れ、組の者に見られたらまずい。だがいいから。頭下げて隠れてろ。粟野に張り付いてりゃおめえが見つかると思ってた。ついてたよ。錦分かってんのか、俺に関わるとお前もやべえ。うるせえ。これがお前を助けてやれる最後だ。町中どこ行っても組の連中が張ってる。とにかく今はカムロ城を出るしかねえぞ。どこに向かう気だ。とりあえず都内を出る。それでもまだ気は抜けねえが、時間は稼げるだろう。